高松城に向かいます。道のりおよそ10キロ。ここは都会です。静かな家中を走ってきた私たちの目には大都会。電車も走っています。だ高松城は目の前。右方向です。ところが城の駐車場は小さな踏切の向こう側です。ただでさえ右折しにくい場所なのに踏切の警告音が鳴り始め、道路の真ん中で立ち往生。数分後、親切な対向車のおかげでなんとか踏切を渡れました。駐車場は城の前。この駐車場は無料なんでしょうか。お堀を渡るとチケット売り場がありました。順路に沿って奥まで進むとありました。ブラタモリに出てきた門です。こちらがですね、はい、海城特有の珍しいものというものになります。来ました。あ、来ました。こちらはですね、うん、国の重要文化財にもなっている。あ、そうですか。水手御門という。水手御門。この水手御門はかつて瀬戸内海に直接面していました。海城特有の門で現存するのは全国でもここだけなんです。よし、ちょっとやってみよう。これタイか。タイっぽいね。タイですか。お、食べて。この場所に高松城を建てたのは豊臣秀吉の配下の武将です。1588年本能寺の変の6年後のことでした。で、井戸を掘っても海水しか出てこないじゃないですか。出るんだ、真水が。ここに昔川が流れていて、かつては元々流れていた川の上流から洪水で大量の土砂が一気に流れ込み、
川に沿って海まで到達しました。昔の川が埋まっちゃったわけですね、はい、でその筋に井戸が並んでるんです。並んでる。お堀に沿ってぶらぶら歩きながら天守閣に行ってみます。天守閣はありませんが礎石が並んでいました。雪だ、あそこ。電車を見ていると幸せな気持ちになるのはなぜでしょう。魚に餌をあげている人と言葉を交わして道の駅に移動します。道の駅は宇多津の町にあり、高松から27キロと少し距離があります。到着したのは6時近く。日が沈みかけています。あれが、あれがね、四国へ渡る橋。ああ。真ん中の橋。海水を砂地にまく浜貝。撒いてや天日で乾かすこの作業を3日間繰り返すことで、たくさん塩のついた砂を作ります。雨が降ると一からやり直し、雨が少ない香川だからこそできる塩作りなんです。田口さん、やってみますか。やってみますか。ぜひ。わー、すごい、いい感じですね。意外といけるな、これ。実はここ、江戸時代から塩田による塩作りが盛んでした。幼い田森さんが香川を訪れた頃、沿岸の至る所に塩田が広がっていました。瀬戸内海特有の遠浅の地形を生かして広大な塩田を作ることができたんです。明治の終わりから塩田が廃止される昭和47年まで香川の塩の生産量は日本一でした。実はこの塩こそ讃岐うどんに欠かせないもう一つのものなんです。
通行かな。やっちゃってもいいよ。やっちゃってもいいよ。やっちゃうか。